ちゃん、川くん、次も行くよ、どんどん行くよ、はい、行くよ、ねえ、皆さん、次も楽しみですよね。お、ありがとうございます。お、よし、はい、よし、じゃあ次もじゃんじゃん行きましょう。それでは、ミュージックスタート。踊ってくれたのはジルのヘビーローテーションでした。で、ジルさんはこの後宮崎県のねステージの後に出られるので、ぜひ皆さん最後まで楽しんで帰ってくださいね。はい、ということで今踊ってくれた宮崎県知ってたという方はいますか？おー、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。で、今日初めて見たという方は、お、半々ぐらいですね。ありがとうございます。はい、じゃあね、一応ね、自己紹介をしていきましょう。じゃあ、ね、皆さん、まず向かって右側にいるひーくん、ひーくんなんですが、今日は頭のかぶり物がいつもと違うね。ね、これはですね、お、なになに、ひーくん、うん、なになに、なになに、あ、そうね、いつもは、皆さん見えますか？この、ヒューガナツを頭にかぶっているのがね、いつものスタイルなんですが、今日はね、特別バージョンということで、ウシヒーくんです。で、皆さんもそちらの右側の方にありますね、宮崎牛が日本一を2連覇成し遂げたということで、ありがとうございます。ということで、今日はね、特別の牛バージョンのひーくんです。そして、むーちゃん。むーちゃんは宮崎県の中で唯一の女の子なんです。お、かわいいという声が聞こえたよ。よかったね。はい、むーちゃんはこの頭のてっぺんになんか木をつけているんですが、皆さん、お分かりですか？さっ
っきねチラって言ったけど聞こえ大丈夫、なんか分かるという方います？あ、女の子なんだ、そうそうその通り大正解。そう、むーちゃんはフェニックスを頭につけています。このフェニックスというのは宮崎の木、象徴する木でもあります。はい、あの宮崎空港に着きましたらフェニックスがブラーッと目の前に広がりますので、ぜひそちらも楽しみにして宮崎に遊びに来てください。はい、そして最後にかーくん、かーくん分かりますか皆さん？じゃあ分かるという方一斉にちょっと言ってみましょうか。いくよ、せーの、その通りです。皆さんありがとうございます。かーくんは全身自撮りのコスプレね、もう自撮っ子、これ宮崎の名物の炭火焼きですね。とっても美味しいんだよね。はい、でね、かーくんはね、もうこの頭のてっぺんでしょ、トサカ、そしてくちばし、そしてなんと、ね、両手には羽、そしてなんとズボンまで履いてるんですよ。もうね、かーくん大好きなんだよね、自撮りがね。だってむーちゃんはね、女の子なのでおしゃれさんです。おしゃれさんなので、この T シャツ以外にもあと何枚か実は持っているんですよね。はい、ということで宮崎県の紹介はこれまでということで、そういえば宮崎県はダンスが得意なんですが、それ以外にもね、こんなことをやっちゃうんだよね。はい、それでは次も見ていただきましょう。それではどうぞ。当たり前、当たり前、当たり前体操。右手を当てて左手当てるとかわいい、当たり前体操。くちばしつけてパタパタ跳ねても飛べない、当たり前体操。 T シャツ着てる、ズボン履いてる、来てない、当たり前体操。日本一の宮崎牛食べたい、当たり前体操。こっちに来いよ、こっちに来いよ、バランス当たり前体操。ゆるキャラ、ゆるい、ゆるキャラかわいい、どんどん増える、人気が欲しい、当たり前、当たり前、当たり前体操。はい、ということで宮崎県の当たり前体操でした。さっきあの宮崎